はい、タントホレ熱石炭カードキャプター桜式というね、ものを今回やっていきたいと思います。まあ、途中からで申し訳ないんだけども、今回やることは、まず石炭ちゃんを10個まとめて入れる報酬画面と、10個1個ずつ入れる報酬画面と12個1個ずつ入れる報酬画面を、この動画で収めたいと思います。まあ、ちなみになんて言うんだろう、まあ、方式的には今は桜式、新方式、 CC 桜式って呼ばれてるのかな、ちょっと分かんないけど、どれに有名になるか分かんないけど、まあ、この CC 桜式と俺はカードキャプター桜式と、呼びたいと思います。まあ、なぜかというとですね、カードキャプター桜ね、大好きなんですよ。でね、この発見した人がね、カードキャプター桜のブルーレイを、まあ、見てて、納品ボックスに A 連打で、入れて、そしたらなんか報酬増えたみたいな、そういう、名前の由来らしいですね。まあなんかとても作業をしながらやって、なんかいいね、こういう見つけ方って。でそうだな、どうしよっかな。まあ特にね、あの俺の動画で見る必要もないんだけど、自分でやってもらうのが一番早いんだけど、この辺はねブログにもつけたいので、まあ同時録画という形でやっております。ブログはね、YouTube の URL に貼っとこうかな。まあ貼ったことないんだけど、まあ一応ブログもやっててね、うん、ブログやりだしてっていうのが正しいかな。で、そうだな、今何個貯まったかな。9個。10個まで欲しいね。10個取って、まあ、今回は納品して、終わってみって感じだね。うん。はい、集まりました。ということで、とりあえず10個まとめて入れて、このね、グデタマの文字がかっこいいね。で、チケット納品させていただきます。それで、ここから連チャンで10個、1回ずつ入れたやつと、1回ずつ12個ずつ入れたやつ、うん、を、載せたいと思うので、ぜひ比べてみてください。これでね、ソロでもうどうだろう、2、3分で1人で回れるんじゃないかな。で、神山をゲットと。で、4人でやれば1人3個あればね、いいよね。でもなんか入れる時の注意点としては、みんなでまとめて一緒に入れないと、1人ずつが111と、1人ずつがまた111という感じでね、やらないとなんかまとめて入れて扱いになっちゃうみたいなので、そこはね注意ですね。まあこんな感じでどうかな。まあまとめて入れるとね、少ないんだよね、本当に少ない。すごいね、本当に発見した人って。いやー、カードキャプターさくらいいよね。うん、すげえわかる。俺もね、中学校、小学校の時かな、にね、いとこたちと一緒にそこ見てたんですよ。ちょっと待って、なんもねえじゃん。お守りゼロって、マジでこれ。俺自分で撮ったやつだけじゃない？あ、でも、ね、意外とあるね。お、反動2の法律8。あー、微妙か。まあ、なんか一応撮っとこうか。お、やった。風化したやつ出たぞ。まあ、こんな感じのね、報酬です。はい、ということで、それでは、編集で俺が、この画面にね、いっぱいつけてると思うので、よかったら参考にしてください。ということで、また次のパートでお会いしましょう。バイバイ。Thank you.